ルードヴィヒ様、敵最終防衛基地ナトルスを制圧しました。アビゴールの科学力をもってすれば地球連邦軍など恐るるに足りぬ。地球侵略など時間の問題であろう。はあ、連合艦隊の奇襲準備も整っております。必ずや撃破してご覧に入れましょう。よし、任せたぞセイレーン。大変だわ、早くこのことを報告しなければ。こちら地球連邦本部、連合艦隊応答願います。こちら艦隊司令ワイルダー大佐。アビゴール基地から届いた情報によると、敵艦隊が我が国に対して奇襲を企てている模様。なんだって？奇襲か。アビゴールの奇襲攻撃を受けた。全員戦闘態勢に入れ。ジグゼロワン発進準備。アビゴールの奴らもうこんなところまで来やがったのか。ケーキオールグリーン、オーバーブースト点火、出力最大、スクランブル発進 OK。 立花少佐、これより我が艦の指揮を離れ、地球連邦本部からの指令を仰げ。生きていたら地球で会おう。はい。アビゴール、貴様らの野望は俺が打ち砕いてやる。Thank you.
こちら地球連邦本部、立花少佐、応答願います。はい、こちら立花。どうやらレグロスを突破したようね。アイレンからの情報によると、敵はプレアデスへ退却中。今がチャンスよ。え？アイレン？アビゴールの要塞本部に侵入してるのよ。なんだって？玉蘭、それでアイレンは無事なんだろうな。もちろんよ。妹が命がけで集めた情報、無駄にしないでね。当たり前だ。アイレン、辛いだろうが頑張ってくれ。俺が必ず迎えに行くからな。